おっす。今日はブレイキングダウン7のオーディションの日です。今来てます。試合から全然日にち経ってないですけど。1週間経ってないね。どうですか気持ち的には。いや、あの、盛り上げようと思ってもあのちょっと頑張ろうとしたんだけど、もうスペース全部持ってこようとしたんだけど、奥さんにちょっと止められた。なんか狙ってる相手はいますか？アウトサイダー、レジェンドの様々。おっさ、今オープニング撮ってるんですけど。そうそう、お久しぶりです。オーディションだったんですか？いや、今、そう、オーディション受けに来たの。あ、受けに来たんですか？はい。決まったっすか？そう。誰ですか？もう、あ、いや、決まってない。何も決まってない。何も決まってない。今、オーディションで出てきただけ。どうなるか何も知らない。ああ、なるほど、なるほど。何も。これ本当です。めっちゃ久しぶり。なんか元気そうでよかったです。あ、元気でしょ。バリバリ元気ですよ。ちょっとひな壇奪われて、寂しさがもうすごいんですけど。いや、すぐ戻るじゃないですか。ひな壇奪い返してやります。またモアさん一緒に戦いましょう。そう、練習しましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。オープニングでした。ちょっと長かったけど、おっす。おっす、オーディションに会いました。会いました、スーパースター。いやいやいや、ぜひ誰とやんすか、見たいですよ。いや、相手いなかったらどうしようと心配でここに来ました。相手決まりましたね。次多分、もうその多分まだ決まってないんですね。ビッグネームじゃないと褒めてやらない。まあ、おっす。Breaking Down 7 audition です。 This is Japan Breaking Down。 ありがとうございました。モハモハ Breaking Down audition 6.5 7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 
嫁に怒られすぎや。大丈夫、もう見てもらいます。もう今日頑張って買って、今日スパリングあり得るんじゃないですか。ないです、もう本当スパリング今日はやらないです。持っていこうとして言ったんですけど、ほらこれで、まあ、俺もやめなさいと言われて、目が骨折れてて、だからセブンにでやりたいってことです。狙う相手はモンハンさん、これ見どころ。アウトサイダーレジェンド、アウトサイダーレジェンド誰行くんですか。いや、もうあの決まってるかもしれないし、結構決まってる人いるんじゃないですか、うん、僕のヒートでも一人決まってる。次はでも結構練習して、でも子育てもして本当に忙しいっていうかのがある中でやってるっていう、あの YouTube 俺見たんですよ。それちょっと感動して、あの怒られてる時顔の表情一切変わってないですよ。ずっとアホみたいな感じ。嫌なきゃいけないから。もう嫁さんにはタジタジって、多分どこの日本の夫婦もそうよ。俺も嫁さんには頭上がらない。だって嫁が YouTube のパスワードとか全部知っとって俺知らないんだもん。これ嫁に変なことやったら俺全部終わりよ。全部動けなくなりますよね。家族のために頑張ろうと。いや、モハンさん頑張って。でも決まりましたから、おめでとう。ありがとう。まずは、まずは。いや、だけど勝つまでだから。相手言っちゃダメ。モハンさん、頑張ろう。頑張ろう。お互い。もう次は俺じゃないから。マジで。次はないから。ないから。頑張ろう。絶対。頑張ろう。はい、上がりましょう。おっしゃ。ありがとうございます。ちょっと順番通りに並んでもらうので変更します。モハンさん。はい。はい、一番お願いします。はい。じゃあ、まもなく。ひな壇奪い返す。どう？お願いします。どうぞ。ひな壇奪い返しに決まりか。これは誰もやらない。このグループ。いや、わかんない。あの人、あの人ほら、スモさん。はいはいはい、あの人、木村ピルミネットやったことあるんだって。知らなかったでしょ。お相撲さんのセクシーだから結構注意でしょ。